建築確認とは、建築基準法に基づき、行政庁の建築主事または、民間企業の指定確認検査機関が、建築物、建築設備、工作物の建築計画、築造計画が、建築基準法令や、建築基準関係規定に適合しているかどうかを、工事着手前に審査する、行政行為である。建築確認は、都市計画法等と合わせ、 健全な都市の形成を流すことや、用途上特に慎重を起さなければならない、建築物などの性能確保を目的としており、行政行為としての確認は、工事着手後に法令違反を発見し、是正を求めるよりも工事着手前に建築計画の法的合成をチェックする方が合理的であることから行うものである。その意味で、確認とは禁止や、 規制事項に対し解除を求める場合の許可とは別の行政行為であるが、建築確認前の工事着手を禁止しているところから、実質的には許可に近い。建築基準法は、すべての建築物に適用されることから、建築確認がない建築物においても、建築士等によって、建築基準法への適合状態を保持されなければならない。故意 過失によらず工事の結果、違反建築物になってしまった場合は、建築士等に違反の是正工事を行う義務が生じる。ただし一般的に建築主は、建築基準法に精通していないため、建築主が自ら違反状態を発見することは少ない。第三者により、違反状態が露見する場合としては、例えば、下記建築確認が必要な建築行為が行われる場合、 建築監視員によるパトロールが行われる場合、建築基準法十二条に規定される建築物定期調査、検査が行われる場合などがある。なお新たに増築、改築、大規模の修繕、模様替え、用途変更を計画している場合で違反状態が露見し違反是正するための工事も必要になってしまった場合は違反状態が解消されなければ建築確認における検査は 合格にならない。ただし既存建築物の現地調査の結果、現行の建築基準法に適合していなくても、建築当時の建築基準法には適合しているために、現行の建築基準法に適合させる義務が生じない場合や、ある条件の下で現行の建築基準法に適合させる義務が生じない場合があるため、現行の建築基準法に適合していないからといって、 直ちに違反建築物であるというわけではない。以下のいずれかに該当する建築物を新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、模様替え、類似でない用途変更をする際には工事着手前に建築確認を受けなければならない。劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、旅館、 下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、養護連携型認定子ども園、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、待合、料理店、 飲食店、物品販売業を営む、店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ等。令和元年6月25日に建築基準法の改正施行により従来の100平方メートルに100平方メートルに緩和された蒸気のいずれにも、該当しなくても、都市計画区域、準都市計画区域内で新築、増築、改築、 移転をする建築物や、都市計画区域外、準都市計画区域外で、土砂災害特別警戒区域等で新築、増築、改築、移転をする建築物は、建築確認が必要である。防火地域、準防火地域内で新築、増築、改築、移転をする建築物は、建築確認が必要である。上記の各建築物のほか、 昇降機等の建築設備、一定規模、条件の煙突、柱、広告等、広告板、装飾等、記念等、高架水槽、サイロ、物見等、溶壁、常用エレベーターエスカレーター、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行等、自動車車庫等の工作物も,も建築確認が必要である。なお平和、 建築基準法の定義上は、工作物ではなく建築物に該当する。建築物、建築設備、工作物の建築、築造途中や完成後に受けなければならない検査を、含めて一連の行為を確認検査という。文化財保護法によって、国宝、重要文化財等に指定、または仮指定された建築物については、建築基準法の規定は適用されないため、 建築確認の申請手続きは必要ない。許可とは原則として禁止された行為を特定の人に対してその原則に反して行為を認めるもので例外措置である。許可は条文上することができるものであり、理論上は行政は任意に許可しないこともでき、これは合法である。それに対し建築基準法のみに限って言えば、 建築基準法に適合した建築行為は禁止されておらず、誰であれ適法な建築物を自由に建築できる。したがって建築行為には許可制度は馴染まないとされる。建築確認では建築基準法以外の問題を理由に確認を保留することは違法である。理論上は計画が適法でありさえすればよく、その実現可能性は問われない。ただし現実には、 実現可能性が低い計画や周囲の状況と比較して矛盾や重大な疑義のある計画については行政指導の範囲で確認を保留するケースが見られる。また建築基準法に規定される許可や建築基準関係規定に規定される許可を必要とする場合もあり様々な調整を必要とすることもある。このように建築基準法では行政側にも 適法な計画を妨害しないことを強制している。建築行為はあくまで個人の問題であり、行政の過大な介入を禁じることも目的としているが、一方で、法令に適合していても結果として、問題のある計画が確認を受け、実際に建築される場合もあり、例えば国立マンション訴訟等のように建築確認は降りたものの、建築基準法以外の問題から訴訟にまで発展し、 何らかの措置を含んだ判決を受けたケースもある。なお、かつては一部の建築物に対して法令上は要求がなくとも周辺住民との調整などを求め、それなしには建築確認を行わない特定行政庁も存在したが、行政指導の範囲を超えた要求は判例で違法とされたこともある。現在では、 指定確認検査機関による建築確認が行われるようになり、申請者側がそのような特定行政庁への建築確認申請を回避することができるようになったため、このような行為は不可能になっている。ありがとうございます。